さあ今回はターニングポイント累計 S ランク OB 第5弾契約書開封やっていきます。で今回一番の狙いは阪神城島選手です。であとはね誰が当たってもいいかなとは思いますが、まあ阪神にゆかりのある広沢さんと松永さんと村上さんが当たってもいいかなとは思います。それではターニングポイント累計 S ランク OB 第5弾契約書開封やっていきましょう。お願いしますと。さあというわけで自チーム演出はポズと。さあ今回に関してはね、まあ阪神に関わる選手が4人も登場しているというところでね、まあ誰か当たってくれたら嬉しいなとは思いますが、まあ一番はね2年前の城島さん極みで持ってるんで、城島さん継承できたらいいなと思います。というわけでカステラが打ち上がって通常にコリが来ない、最近こやんね。というわけでだーれだーまたオリックス重視強化されたやないか。